待って無理じゃない、片付けられる人間になってしまった可能性ある。よかった笑ってくれる人いて。けど張ってんな。この箱に帰ることないですよ、靴なんて。え、二度と見たことないですから、全部捨てますよ。やだ、恥ずかしいの出てきたな。ヤシの木出た。この靴下見て、エキセンの跡って感じしてる。本当だね、これ足の裏も真っ黒じゃん。まあ真っ黒も汚れですけどね。おはようございます。おはようございます。東原家のお片付け第2弾です。見てこんな人連れてきちゃった。やばくないですか。皆さんこんにちは、新川ゆあです。新川ゆあちゃん連れてきちゃった。ちょっと私不安なんですけど大丈夫かな。なんでですか。え、こんな美人 あの家に入れていいかなって。いや本当はさ、はい、去年ゆあたんやりたいって言ってくれてたんだよね。そうなんですよ、実はそのお話を聞いて、うん、その企画にするときに私もぜひ一緒にやらせてほしいっていうお話をしてたんですけど、うん、ちょっと諸事情によりできなくて、うんうん、満を持して1年越しに木は熟した。はい、今日来ましたんで行ってみますか。はい、じゃあいい、はい、ゆあたん、はい、ますよ。立派なお餅ですね。うん、あの、そうなの。待って待って、おはようございます。そっとぬっと出てきた。ぬっとり出てきた。もう帰ってもらっていい。わざわざ来ていただいたけど、見て、ドミジン。お久しぶりです。久しぶり。ちょっと新川さん、あなた大丈夫、ここのこれ、はい、あのお仕事復帰これで大丈夫。そうなんですよ、呼び出しがまず入るけど。すごいですね。え、でも玄関綺麗って聞いてたんだけど。綺麗じゃない。よく言ったね、その口。じゃあ、はい、どうぞ。もうどんどんやってくあれですか。はい、私はもうあの早速やってくるよ。私は私初めてなのでお家の中こう見させていただいてもいいんですか。どうぞ。そのためにルームツアーで来てるからね。元はといえば、はい、玄関です。玄関です。じゃんじゃん。あの初めて出会いました、靴を重ねてる人。でもほら、空間って上に無限にあるから、平面を超えたら次ってもう立体しかないじゃん。平面を超えたら次ってもう立体しかないじゃん。間違いないですよ。こっちはシュークローですかね。そうなんです、シューズクローゼットだそうで、こっちにちょっと隙間があるので行ってみたいと思います。こんな感じですね。なんかもう何と言っていいのかわからないですけど、物がとにかく多いんですね。クローゼットにつながっていて、ですがちょっと行けないので一回回りましょう。一回回りましょう、回りましょう。こっちです、こっちです。こっちです。いいね、いいね、いいね。この女優のレポートいいね。はい、こっちです。お邪魔します。こっちにさっきのシューズクローゼットからつながってるそうなので、すごいですね、びっくりしています。ごめん驚かせて。びっくりしています。なんかやっぱり服って脱いでそのまま置いとくと、あの簡単にこういう状態になれるから。100円が落ちてました。100円が落ちてました。それなんかどっか小銭入れ作った方がいいかも。今日の、うん、今日の収穫の落とし金を、はい、ちゃんと後で、はい、算出するんで。そうですね、そうですね、成果を。私はなんか紙袋とか、そのブランドさんの紙袋とか段ボールとかっていうのがいっぱいあるって聞いたので、はい、その辺をちょっと片付けていきたいなと思っています、うん。でもね、必要だから一応置いてあるんですけど。じゃあ、まあ、確認を取りつつやっていきます。はい、そんな空き箱躊躇なく行って大丈夫。え、なんで、いらん、絶対この箱に帰ることないですよ、靴なんて。え、二度と見たことないですから、全部捨てますよ。あれ、本当にないな、肌足が。どんな様子。また何か食べてる。いいね、いいね。この時間は朝ごはんタイム。いいね、いいね。なんで帽子床に落ちた。わかんない。どういう状況。そういうことってわかんないから。どういう状況。何か起こり得るから。そうだね、うん、これなんかあのあれなんかやんなきゃいけない。あ、そうだと思う。
でそこら辺置くだけでしょ。そうなんだけど、なんでこの人に託さなきゃいけないんだろうって今自分で。もうほら夏の靴とか全然いらないじゃん。そういう概念ないと思うけど。衣替えっていう概念は持ったことないから。衣替えっていう概念は持ったことないから。人生で衣替えたことないと思うけど、一応ね。これすごい高かったやつじゃない？まあいっか。そういう概念、あの人なんか。すごい規制がないんですよね。なんか安いものとか高いものとか、これ高いから大事にしようとか、そういう概念が一切なくていろんな概念がないですね概念が欠落してるもう無理もう無理。片付けてるとこ見てるのも嫌なんですよね。片付もう人がこうやってなんかやってきて片付けてるのを見るのがすごくストレスですやっぱしいるのになって、いるものをみんな捨てていくからなって、非常にストレスを今感じております。これが噂の段ボールですか？噂でも前はね、本当ここまで積み上がってたから、今なんか別にまだすっきりした方、まだ全然うん、なんかそんなやる段階ではないぐらいだけど、段ボール潰していきましょう。え7月20日までですよ、これ今年の。え何日？7月20日まで。どうしますか？私の誕生日だ。どうしますか？どうしますか？まあまだでも食べれるかな。半生ですよじゃあでも半分は生じゃないから大丈夫、判断してもらって、もう切りないから。これも9月なんでダメですねそれ先週食べてたけど嘘でしょ、私ジュース切れてんの初めて見たんだけど。2023年5月ですって初めて見たんだけど、なんか何から始めていいのかが全然わかんない。そもそも片付けとか掃除とか好きな？自分の？はい、はい、割と片付ける方の人間で、だけど春に出産をしてからやっぱり片付ける時間が少なくなってきちゃって、うち散らかってきたなって思ってたんですけど、今日来たらうちはまだ大丈夫かもしれないって思ってきました。片付けが全然見つからない。あったあった、これどっかにない？そこら辺なかったっけ？あ、これ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 もどっかで見たんだよな。あったあったあった神経衰弱やってる。そうだろ、まあ遊んでるのかな私靴って縦に積まないなとかちょっと忘れかけてた。あ、今急に右手で取ったら左手とあったんだけど、奇跡じゃない？もうなんかあったろ別の遊びになってるよね今だってたまたま左の取ったらすごいセットだったんだけど、並んじゃってる。何の靴があったか初めて分かったでしょ。え、何の靴があったかってちょっと新鮮な驚きだった。久しぶりに出会ってるいたなこの子みたいないたいた、お前もいたなって。ここら辺はフリマに提供しよう。確認してないっすけど。あ、大丈夫大丈夫、気づいてない、あるの気づいてない絶対。あの引き出しに去年だからどうしようかなって迷ったやつを入れてもらうんですね。で、はい、1年経って使ってないからもうフリマでいいんですよ、はい、大丈夫、いらないから。一応、うん、持ち主にいらないいらない、いいのいいの、それ聞いてたらもう終わらなくてみんな帰れないよ、いいの よし力持つの美人、重たい引っ越してきた時みたいだどうやって手つけたらいいか本当にわかんないんだけど私。え、どうしたらいいのこれ。ちょっと一回バッグに靴下入れちゃおうかな。もうとにかくメモとかも。って全然わからん。大きいバッグ。え、私は大きいバッグにちっちゃいバッグを入れて収納しちゃうんだけど、それだとダメなのかな。どこ行ったってなるかな。どこ行ったも何もないか。バックだらけ。あ、
10円10円あーなんかいっぱいあるはい65円65円よし、なにこれ、あ、バッグ待って、無理じゃない、入るとかなくない、じゃあこれでしょ、どうしたらいいんだろう、バッグも入んないんだけど。佐藤先生、はい、アウターってどうしたらいいですか、うん、アウターかけてるんだけどもかからないってこと、かかんない、そうだよね、あの後でこの人がいらないアウターを15着出すんで、15着、15着は買ってないね、パンツ、これもパンツ、初めてですか、去年も参加しました、初めて、どうですか気持ちは、仕事で服は畳んでるので頼もしいおティー呼んできてさ、いらないコートを出すのやってもらえませんか、はい、ってちょっと言ってくれない、ゆあたん、ゆあたんから言ったらやってくれる可能性ある、先生、ぬし、はは、いらないアウターを出してほしいって、うん、またそんなことばっかり言ってくるじゃん、私にゆあたんが言ったらやってくれんじゃないかなっていう、去年だってやりましたよ15着を、いや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 、ちょっといやいや去年5着であんだけ胃が痛くなったのに、よくやらせようと思うんです、フリマの箱が空っぽですから、あ、いいねいいね、でももう2枚限界、いいね、待って、これは上に持っていこう、上って何、なんかアウトドアの普段着ないけど、あ、いいねいいね、アウトドアに上のもクローゼットがあるから、はい、上に持っていこう、何それ、あの多分右のものを左に動かすっていうだけの話になってこない、今2個出したの、出した出した、じゃあこれは持っていこう、本当ないんだけど、別に本当あるからね、別に本当あるからね、別にお父さん一回も休憩しないですよ、うん、すごい、去年全然一回も休憩しない、だから YouTube を今これをご覧の方もうち来てっていう人がいたらこちらまで一般のバイラが行きますあーもうすごいじゃん、なんかまあ今年やっぱ綺麗だったからな、本当に笑ってくれる人いてよかった、なんかもしかすると私片付けられる人間になってしまった可能性ある、よかった、笑ってくれる人いてよかった、だってなんかさ、なんてリアクションしようか、そんななんか申し訳ないもん、ね、来てもらう、どこまで続けんのその話いい加減にしな思ってんだけどね、本当になんでそんな自己評価が高いのだけど結構ゴミ、なんかこれはこうやってここに入れようってちょっとだけたまに思うよ、だから今までゼロだったんだけど、何の話されてますか、帰るね私じゃあすみません、ちょっと時間で出なきゃいけない、あら、よかった、ありがとうございました、すみません、お手になってない人生の話よ、なってないですよ、大丈夫、人生になんか深いなんかもっとやりたいんだけど、残してない、トラウマとか大丈夫そう、トラウマとか大丈夫そう大丈夫ですよ、大丈夫そう、でも勇気を与えたと思う、きっと、どういう勇気、いやでも自分の言うなんて別にね、大してきちやかってないいや、そんな勇気いる人生でアフター楽しみにしてます、 ありがとうございます、1年越しの念願の、念願の東原家、率直にいてどうでした、散らかってんな散らかってんな散らかってんなだってこれ、ね、玄関やばシンプルにでしょ、めっちゃ綺麗になってるじゃん、なんでなんで得意げなの、そこが玄関めっちゃ、そこが得意げな理由が特にわからないけど、でしょなんて言って、でしょなんつってよく言ったよ、すごいですね、そうなの、あの人異常だからね、結構あれはあれすごいすごい勉強になった、そういった意味でも勉強になったし、いろいろ感じれました、懲りてないですか、
懲りてないです。そういうこと言うとまた来年も来てってなるから、はい、来年も来ます。大丈夫なの？はい、なんか心が広い、うん、なんか事務所が緩い。大丈夫そうかなって。そっちが心配。大丈夫かな。うんうん、先に失礼します。またね。みんな途中でゲストが帰っちゃうのなんでなんですかね。ゲストがいつも途中で帰っちゃうのは楽しくていてくれるっていう人が一回もいないんですけど、なんでですかね。みんなさ、もう疲れてるし飽きるしさ、はい、もうめんどくさいって思うのが普通なのにさ、あの人気としてやってるから、その変態性がみんな気づいてない。確かに去年石なかったですね。あと去年なかったの絶対これだと思うんですよ。今年になってこのファンになりました。どうでもいい報告ですね。なんか食べ物がないっていう触れ込みだったんですけど、結構なんかここに今食べ物らしきものを見つけて、ちょっと気持ちが焦ってきましたよ。食べ物、おてぃ、食べ物すごい落ちてるよ。なんだって？食べ物がないとこだけが誇りだって。なんだろ、見方が特殊だわ。見つかったのこれが。特殊な見方してこないで。怖い。せっかくだからちょっと使ってみ、ね、でも食べ物の見方が特殊。いや、これ石はなんか、去年石なかったのに今年石ありますねって。いやなんか、うん、あの島根に行った時に、なんかあの神聖な浜みたい。ここで神聖。浜、ほらだからここ神聖コーナーじゃん、見て。神々に謝って。新しくほら推し活グッズっていうのができたから。もうさ、だったら1個なんか捨てて。いや、え、絶対無理なんだけど。推し活グッズを入れるならなんか捨ててよ。ここにほら新しい推し活グッズっていうジャンルができちゃったから、うん、これとね、あとまだあるよ、ね、そのオペラグラスなんだ。これまたどこに置いていいか分かんなくて、その辺に置いちゃうから散らかるんだ。だってオペラグラス置き場ってどこなの。じゃあ聞かせて、こっちが聞かせてもらうけど。捨てる案件今ちょっと出てきましたよ。おてぃ、うん、ね、この水着恥ずかしいでしょ、絶対いらないでしょ。どれ、これやってみてよ。じゃあじゃあこれやってみてよ。こういう気持ちになるかもしれないじゃん。どんな時にそんな気、ねえねえ絶対いらないでしょ。ねえねえ、これ履いて外行ってごらんよ。外なんか もうビヨビヨじゃん、ゴムも。こんなチリチリのなんか水着見つけてこないでよ。着る人いる、着る食べてんのにさ。絶対捨てて。絶対いらないよこれ。じゃあプリマだって、ま、いや水着は出せなくない。だって父の大きさとこのさ、繊細なこの三角、まあまあまあ、合ってくる、これ、まあまあまあ、そういうことになってくるよね、うんうん、じゃあこれは捨てようか。捨てよう捨てよう、いいねいいね、うん、開けてもらって、あ、いいの見つかってきたよ。これ下ほらほら上下で、うわ、え、残すの、うん、え、これはもう、ま、まあ、ちょっとまだこういう気持ちになる時あるから。ある、そんな気持ち。あるあるある。私だって、私だって、私だって何、私だって、私だって、私だって何よ。私だってこういう水着着たい日が来るかもしれないじゃん。ほんと、あ、やだ恥ずかしいの出てきたな。なんかすごいヤシの木出た。どう、ウェイウェイ言ってる、はいはい、ウェイウェイ言わせてくる、やめなさいよ、ウェイウェイ。チブをさ、なんかさ、晒してくんのやめてよ、本当に。だってもう見つけちゃうんだもん、なんかあげたら。私だって生活ってもんがあるんだから。生活エディターとかやってんの。生活の話で OK これ。本当に悪いけど。そう、厳しすぎちゃうな、むしろ。え、でもあそこに縛ってないもの、死ぬほどあるもんね、分かった分かった。死ぬほどあるから。だって黒シャツ、うん、ここにこれがあるからいらない。どれがいらない、これこれこれ、あ、いいこと言うね、うん、見つけたから2点。どうしたの、成長してる。どっちかでいいじゃん、だって成長。そんな新しい観点、そんな観点持ち合わせてなかったよね、うん、どっちかでいいじゃん、だって ありがたいな、ほんと成長しちゃって、ほんと成長が止まらない。ネキネキと成長、私自分の成長が止まらない。まずい、本当に成長が止まらない。皆さんにお楽しみいただけるお家ももう提供できなくなってくる可能性出てきてる今。ねえ、あったな、こんな服も。それ懐かしいね、なんかなんか思い出の、うん、思い出なんか詰まっちゃってる。思い出っていうのはどんどん捨てていこう。思い出がいらないから、ね、思い出って捨てるんだ、うん、思い出って全然いらないよ今。待って、それそれを捨てるとなるとまたいるのいるの、なるほどなるほど、そういうセットなの、常にいいねいいね、いいね、今のモードいいよ。ゾーンに入ってる、ゾーン。いわゆるゾーンに入ってる、いわゆる今ゾーンに入ってきてる、うん、入ってきてる、いいよいいよ。
何ですかこれ。体がさ一つしかないのに着なきゃいけない服がいっぱいあるんだもん。今気づいたの50年で、ね、50年近くて生きてきて今気づいた、はい、終了。わかりました。じゃあとりあえずあの今の時点では OK です。ありがとうございます。すごいことやった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 。これは夏10箱目もう段ボールが使えそうなのがなくなってきた。もうあの照明もちょっと意味をなしてこなくなってきてる。ここから暗い冬が始まってしまう。があったらあったら落ち着かないんだよな。なんかどういう病気だい。埋めたい。スペースを埋めたい病気。そう。すぐ埋まるから安心した方がいい。だから。ピチッと入ってるのが好き。知らんわ。やってみろ自分で。やれたら苦労しない。なんか掃除機かける音が聞こえてきてるんだけど。確かに確かに。誰かがもう我慢できずに掃除機かける。いよいよもういよいよディレクター自らが。ねえ。あ、私あの人と結婚すればよかった。あのディレクターと結婚すればよかったな。この T シャツ見てください。ミニマリズム。ちょっとすごいイラッとしてるんですけど。なんだろうこれ。この状態でミニマリズムって言われても。私が私ミニマリズムとして。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でも私今回もう途中でだいぶ最初に飽きてたからな。いやでも今回めちゃくちゃ服捨てるあのゾーンに入ってる時間だったからありがたかった。5分間ね。まあ短いんだけど。ゾーンが入った。まあ6、7時間の中で5分間くらいでしたけど。なんか5分入目にも止まらぬ速さで終わりましたけど。5分入った後に1回寝たからそこで。あそうなんだ。寝た1回寝た。あそうなんだ。また復活したけど。この靴下見てすごい、ね、おかしくない。外で遊んでたの。激戦の後って感じしてるこれ。本当だね。うん、戦いな。足の裏も真っ黒じゃん。まあそうなってくる。もうパックの汚れですけど、ね、全部。いろんな人たちが家中からお金拾ってくれたみたいでまた。今日の上がりは上がりどうだろう。どうでしょう。上がりどんな感じかなって。あれ少ない。結構ある。今回少ない。ある？939円しかなかった。全然上がりないじゃん。だからやっぱ私ってもう片付けられる人なりつつ あるんだと思うんだけど。今日もさのいや何もやるとこないっていう触れ込みから入ったじゃん。その割にはまあまあ疲れてるし。まあまあ確かにあったね。意外と綺麗でちょっと番組になるかなと思ったけど。いや私聞き捨てならない。でここにこんなにさ綺麗な気持ちで座ったの何ヶ月ぶり。1年ぶり。実に、まあ、1年、ね、まあまあ11ヶ月ぶりぐらい。どのくらいで戻るんですか。これね1ヶ月半ぐらいですかね。あって。賞味期限の切れてもいっぱいありましたね。確かに。でも賞味期限ってただの数字だから。賞味期限ってただの数字だから。ちょっと待って、そこかっこつけて言うとこじゃない全然。今年齢はただの数字だからみたいな言い方したけど。なんか去年そうでこれ見てあの掃除をしましたってご意見をいただいたり、うん、やっぱみんなに勇気を与える家としてこれを見たら大丈夫だからしないっていう人もいました、ね、あ逆にね。逆にね。安心はまだ大丈夫だからっていう、うん、やばいと思ってたけどとか。掃除するかどうかはまあ 見る人しない。そうですね。見る人に何かしらの、はい、良いお年をお迎えください。さようなら。さようなら。はあやっと終わった。